もしもし。ああ、コウスケ。ちょっとオメダ出してくれよ。え？お兄ちゃん？ああ、お兄ちゃんなんか来てないわよ。いない？そんなことないだろ？怒鳴ることないでしょ？いや、すまんすまん。だからさ、とにかく謝るからさ、オメダに電話口に出てくれって言ってくれよ。だから言ったでしょ？お兄ちゃんなんか来てないわよ。え？お、本当か？ねえ、どうしたの？お兄ちゃんに何かあったの？え？いや、うん、ああ、そうだそうだ、あのね、青梅田の野郎、直接行ったんだな、向こうの方へ。うん、いや、まゆみちゃん、ごめんね。あ、はい。あの野郎、どこ行きやがったんだよ。バカ。僕と一緒に歩いてくれませんか。どういうこと。これあいつら見返してやりたいんですよ。いいよ先輩。どうした青梅だ。どっかしちゃった。いや、うちにもいないんだよ。そうか。まったくどこ行っちまったのかな。ねえ、何ですか。こんなコーヒーがさ、毎日飲めたらいいと思わない。うん。ねえ、朝起きてさ、はいコーヒーなんて言ってくれる人がいたら最高だと思わない。最高だな、そんなの。じゃあ君よ。え、一緒に暮らそう。それは困りますよ。寝た？寝たの？おい、なんだ？やめてください。ありがとう。おい、お腹ペコペコ。
ねえ、あんた早くなんか作って。は？あらあら私何にも作れないよ。あんた作って。ねえ、お腹空いたってば。ねえ。ヤクザの世界から足を洗おうとする玉三郎だが、組織の掟は固い。そんなある日、玉三郎は康介たちのアパートを訪ね、自分の手で料理を作り、みんなに食べてもらおうと海外しく働く。康介はそんな玉三郎の姿に何か今までにない寂しさを感じる。次回、俺たちの旅、お楽しみに。俺たちの旅、帰ってきますよ。昭和傑作テレビドラマ DVD コレクション創刊。ついカーとなると妹っていうのはね、クビになりました。マガジンでは俺たちの旅スペシャル対談も収録。俺は総理大臣。さらに昭和の傑作ドラマが続々登場。創刊号は俺たちの旅、499円書店にて。あの時の息吹をもう一回感じましょう。アッシャー